はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴ忍者 GO ザムービーのカイのファイアーメカ70615です。袋は8でパーツは944個、シールシートが1枚で説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグはカイとゼン、ローレンとヘンリー、そしてシャークアーミーが2体の計6体です。カイです。久しぶりにこの格好見ましたけど、かっ
っこいいですね。赤と黒がベースの服装になってますね。後ろにゴールド、それから、胸元のところね、一部ゴールドが入ってます。手には刀を持ってますね。かっこいいですね。で顔なんですけど、これはねおなじみかなと思いますね。この顔ともう一つこの顔になってます。全です。服装白と黒ということで引き締まった感じがねいいですね。矢筒弓矢ともに黒になってますんでかっこいいなと思います。で顔なんですが、全はね顔がね結構違うんですよね、この顔ともう一つこの顔になってます。この笑顔がねいいですよね。ガーマドンの部下のシャークアーミーのハンマーヘッドですね。ハンマーヘッドシャークをイメージしているのかなと思いますけど、シャークアーミーいろんなミニフィグいますよね。でこの被り物がねやっぱりいいなと思いますね。これもねすごく可愛いパーツじゃないかなと思います。で手に持ってるのはハンマーですね、持ち手の部分が魚ということでねいい感じじゃないかなと思います。で顔なんですが、この顔ともう一つこの顔になってます。それとシャークアーミーもう一体ジェリーですね。クラゲということで、クラゲのプリントのついた、クリアのね、パーツを頭かぶってるんですけど、これはね珍しいですよね。なかなかねないミニフィグじゃないかなと思います。でその下胴体パーツにね、クラゲの足のプリントがついてるんですけど、個人的にはねちょっと気持ち悪いなと思っちゃいますね。ただクラゲの雰囲気はよく出てるんじゃないかなと思います。で手にはスタートシューター付きの武器を持ってます。後ろに魚ついてますよね。魚を飛ばす武器だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、なんかそんなやつもねあったような気がしますね、一応この弾パーツはクリアのね、弾パーツになってますんで、まあ、もしかしたら水を飛ばす、武器なのかもしれません、ということで上のトリガーを押せば、よいしょ、こんな感じで飛ばすことができます。ローレンです。どのシーンに出てきたかちょっと覚えてないんですけど、上半身パーツと足パーツこのセットにしかついてません。でプリントがねこれ細かくできてますよね。いやーすごくねいいパーツ使ってるんじゃないかなと思います。こういうミニフィグたくさんできればね入れてほしいなと思いますね、手にはアイスを持ってて、顔はこの顔ともう一つこの顔になってます。ヘンリーです。上半身パーツと足パーツこれもこのセットにしかついてないパーツになります。いやこれもねいいパーツですよね。で忍者ゴン文字のプリントが入ってるんですけど、ちょっとねデフォルメが強すぎて何と書いてあるか分かりませんでした。もし分かる方いらっしゃったらコメント欄で教えていただけると嬉しいですね、背中側こんな感じ、正面こんな感じになってます。で顔なんですが、この顔ともう一つこの顔になってます。この表情もねいい感じですよね、手にはアイスキャンディーを持ってます。ちなみにヘンリーにはこんな感じのねアイテムというかパーツがついてるんですよね。で足を引っ掛けてるのか動かなくなったのかちょっと覚えてないですけど、そんな感じのシーンを再現できるということで、これね表情も豊かなんでかなりいいなと思いますね。そしてカイのファイアーメガです。かっこいいですね。でこれねちょっと分かりにくいと思うんですけど、かなり大きなメカになってます。ミニフィグと比べるとこんな感じです。いかがでしょう？大きいですよね。パッケージとかで見るとね、そんなに大きく見えないんですけど、こうやってね、作ってみると本当に大きいなと思いました。これで高さが約36センチになってます。では順番に見ていきましょう。最近のロボットだと結構ね頭がついてるロボットが多いですよね。でこれに関しては頭がなくて、ミニフィグをここに乗せることができるということで、パワードスーツみたいなね、感じのタイプかなと思います。上にドーム型のやつがありますよね。これをまずこんな感じでね開けることができます。そうするとこの後ろにねパイプっぽいのが見えてくるんですけど、こういうところがねかっこいいですよね。最近あんまりこういうケースないんじゃないかなと思いますんで、パイプがついてるのはすごくいいなと思いました。でさらにコックピットの前にある、風防パーツみたいなねクリアパーツありますけど、これを開けると中こんな感じになってます。結構ね広いんですよね、座席パーツはないんですが奥に背もたれパーツが一つ、手前にレバーがね2つあります。まあこれで操縦したりするのかなと思います。で下にポッチがありますんで乗せるとこんな風になります。いかがでしょうか？かっこいいですよね。ちゃんとねレバーを持たせることができるんですよね。パネルパーツとかプリントパーツがね特にないんですけど、これは
これでね、いい感じじゃないかなと思いました。かっこいいと思います。で、この状態で、前、それから上の部分を戻すとこうなりますね。しっかり中を確認することができますんで、これはね、かなりいいなと思いました。はい、引きで見るとこんな感じになりますね。いかがでしょうか？これはね、乗せた方が圧倒的にかっこいいんじゃないかなと思います。コックピットの中の階にちゃんとね、光が当たってるんですよね。なので、中の階も含めたところで、なんかね、一体化してるような気がしますんで、これはね、かっこいいなと思いました。で、その下、数字とか、マークありますけど、これはシールになってます。ここね、動かすことはできないんですけど、この形もいいですよね。かっこいいと思います。で、先端に使われてる、ちょっとね、わかりにくいかな。グリルパーツみたいなのがあるんですけど、これシルバーのパーツになってます。いいですね。で、コックピットの両サイドのこれはライトでしたっけ？ちょっとね、覚えてないんですけど、これね、クリアパーツすごく綺麗でかっこいいですよね。で、こうやってね、動かすことができます。デフォルトではこういうね、斜めの状態なんですけど、さっきやったみたいに、こうやって水平にすることもできますし、なんならこうやってね、縦状態にすることもできます。で、さっきの、水色と赤の、場所を入れ替えるとか、まあこれね、いろいろ好きなようにできますんで、これなかなかいいですよね。ちなみに横から見るとこんな感じです。いかがでしょう？かっこいいですね。これはね、このなんというかこうメカメカしさがね、すごくかっこいいなと思いますね。続いて腕部分見ていきましょう。肩関節はカクカクタイプになってますんで、上下それから前後に振ることができるようになってます。で、ここですよね。これね、なんかパイプがね、ここにも通ってるような、油圧シリンダーみたいなね、感じの部分ですけど、このむき出し感がね、いいなと思いますね。メカっぽいんですよね。僕個人はね、好きな部分ですね。それから片当てなんですけど、かなりがっちりとした片当てになってますよね。2段階になってて、大きな片当てになってるなと思います。存在感抜群です。で、下の方にオレンジのクリアパーツありますんで、まあ、ここから炎が出てたかな、ちょっと覚えてないんですけど、こういうところね、いいなと思いました。で、この上の片当てなんですけど、これもう見ていただいたらわかる通り、ディスクシューターがついてるんですよね。弾パーツはというと、こんな感じのプリントパーツになってます。いいパーツついてますね。ということで、前から、入れます。こんな感じですね。で、後ろどうなってるかというと、ちゃんとね、出っ張りがあります。ということで、この出っ張りを押し込むと、はい、こんな感じで飛ばすことができるようになってます。同じものが反対側にもついてますんで、2連続でね、飛ばすことができるんですね。これはいいですよね。で、その下肘ですけど、ここもカクカクタイプの、関節になってますんで、こんな風にカチカチカチとね、動かすことができるようになってます。いいですよね。で、ここについてるこのパイプがね、かっこいいですよね。ちゃんと、つなげて長くしてるんですよね。これいい感じじゃないかなと思いました。で、先端からは炎が出てます。この下のちっちゃいのがね、種火かなと思うんですけど、それでボーっとね、つけられるということでいい感じじゃないかなと思います。で、これなんですけど、実はね、この肘のところについてこのダイヤル、このダイヤルを回すとこんな感じで、炎ごと回すことができるんですよね。これね、よくできてますよね。ちなみに反対側も全く同じものになってますんで、こんな感じ動かすことができるようになってます。デフォルトではもちろん炎になってますけど、先端にドリルつけたりとか、いろいろできると思うんですよね。これはね、カスタマイズしがいがあるなと思いました。この途中のこの辺もね、太くなってますんで、かっこいい部分ですね。続いて股関節なんですけど、これは下から見た方がいいですかね。こんな感じです。いかがでしょう。なんと片側にこのカクカクタイプの関節がね、3つずつついてるということで、これはなかなかね、頑丈じゃないかなと思いますね。ということで、もうカチカチカチとね、こんな風に動かすことができるようになってます。いいですね。で、その下足なんですけど、膝のところ残念ながら曲げることができません。今の忍者号のロボットだったらかなりね、曲げられるケースが多いかなと思うんですけど、これもう6年前なんで残念ながら曲げられないですね。ただし、その代わり、この佇まいというかね、足のこう、しっかりとした感じはよく出てるんじゃないかなと思います。かっこいいなと思いました。
で太ももの外側のこのカバーみたいなところなんですけど、これ実はねこうやって開けることができるんですよね。でここにつかみパーツがついてます。ということでここに、まあ貝が持ってた、刀なんかをこんな感じで、格納できるようになってます。これねいいなと思いました。まあ、ちょっと工夫すれば大きな刀とかをね、他のセットから持ってきたやつとかをここに付けられるんじゃないかなと思いますし、まあ、この辺も含めて、いろいろねカスタマイズできるんじゃないかなと思いますんで、これねなかなかいい仕様ですよね。あとその上のこのパーツなんですけど、関節部分を隠すような感じでこれつけてあるんですよね。こういう細かいところがすごくいいなと思いました。それから一番下の足首の部分、関節としては大きなボールジョイントになってるんですけど、可動域としてはある程度制限がかかるような感じになってます。ただしこれぐるぐるぐりとね動かすことはできますんで、ぐっと踏ん張らせることはできるようになってます。これねいいなと思いました。でつま先部分なんですけど、なんとなくここ分かれてますよね。鼻緒みたいなね感じにも見えなくもないのかなと思いました。でこれですけど、くるくるくるとね回すことができるんで、この足の踏ん張りの角度に応じてこうしっかり、動いてくれるんですよね。よくできてるなと思います。足の裏を見るとこんな風になってます。つま先部分こうやってね動きますね。で後ろのところには、ゴムパーツがついてるということで、グリップも効きますんでいい感じじゃないかなと思います。でここもさっきの太ももと一緒で隠すような感じのねパーツがつけてあるんですよね。これねすごくいいですね。こういうなんか気遣いみたいなねすごく嬉しいなと思いますね。ちなみに足の後ろ側ですけど、膝は曲がらないんですけど、油圧シリンダーみたいなねパーツがついてたりとか、まあこういったところもそうですよね。すごく細かくできてていいなと思います。それと後ろには大きなタンクがついてます。さっきのね、手についてた炎を出すための、燃料とかが入ってるのかなと思いますけど、ここからもね大きなパイプが伸びてるんですよね。これがねいいですよね。これがあるのとないのとでだいぶねメカメカしさが変わってくると思いますんで、これねいいのつけてくれてるなと思います。それと一番上のところ旗なんですけど、これね角度をこうやって変えることができるんですよね。くるくるくるっと回すこともできるということで、まあ外してもね、いいと思いますし、他のものを取り付けてもいいんじゃないかなと思いました。ここもカスタマイズすごくしやすい部分だと思いました。ちなみにガマドのシャークメカを横に置くとこんな風になりますね。これねどっちもすごくかっこいいなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。メカメカしたのしっかり詰まったすごくかっこいいメカになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は944個です。以上、レゴ忍者号ザムービーの貝のファイヤーメカ70615を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。